行くぞ。どうだ。サンキュー光、うまくやれたみたいだ。因果律予測を使えばこんなものよ。新しい力が流れ込んできた。極めたと言っていいかな。素晴らしい努力が実を結んだな。一息つこうか。さあ行きましょう。兄貴、何悩んでるの？もしかして財布を落としちゃったのかも。落としてないよ。わかったもん。中身すっからかんだから悩んでたもん。そうなんだよ、このところ仕事してないからって。なんで俺の財布の中身の話になるんだよ。ほんならなんでや。さっきからなんや、暗いでボン。うん、マルベイニのことなんだけどさ、シンの言ったことが本当なら、あの人はブレイドだけじゃなく、もしかしたら人間も、うん、世界も憎んでいるんじゃないかってさ。なんでさ。皇王国イーラはいずれアルスとなるブレイドと共存していた。それを滅ぼすってことはアルスを滅ぼすってことだろ。ここ何百年かアルスの数が減っていることはマルベイニだって知っているはずなのに。アルスがいなくなったらトラたちも死んじゃうもん。法王朝が牽制を振るうのに邪魔だったとも考えられるが、ブレイドがアルスとなり大地となるならば、それはブレイド信仰につながる。新たな宗派ができれば法王朝の脅威ともなりうる。それだけならわかるんだ。国と国の争いってやつだからね。だけどレックス、人を憎んで自分を憎んで、やがては世界を憎む。世界を憎んだ後はどうする。それはそんな世界なくなってしまえばいい。そうならないかな。論理の飛躍と言いたいけど、事実そういう人間は多いわね。前に言ったろ、マルベイニと話しているとき、なんだかメスと話しているみたいだったって。そういや、そんなこと言ってたね。気になるんだ、マルベイニの目的がもしメスと同じだったら。残すなんて悪い母さんだね。え？でも母さん、ごめんね。
走れ、こっちに逃げたぞ。母さん、母さん。マルベーニ聖火、これより雲海を抜けます。何？下からだ。雲海内に巨大な影、これは…ケディア、まさか。出せるのか？いつでも。船は予定通り境界層まで上昇。そこであんたと滅を降ろす。境界層より上はアルストの飛行機械じゃ登れないからな。ああ、それでいい。シン、これでいいんだよ。サタヒコ、うん、ラウラを頼む。シン、義経、ブレイドボッツに火を入れろ。反撃だ。シン、メッツ。アーケディア、想定していたより早かったな。早々に小僧に見切りをつけたんだろう。奴らしいぜ。
ハッチ解放、いつでも出せるよ。よし、出せ。何が出るかなと。私の知識によると、いただき、どれどれ。私の知識によると、いっけね、先手を取られた。みんな持ち場につけ。いつもみたいにズバッとお願い。はっ、そうはいかないよ。ダメージアート、アドロボ、やややややや
もフンハトラだと言ってやるやつ兵士の剣を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 剣レッカーエンマイエスその調子だこの崩れろ花イグニッションですもんいいぞ。これでご主人も安心ですもん。みんな持ち場につけ。メレス様、お気をつけて。崩れろも。メッカ。崩れろ。エンバー。いや。カブヤ、さあやるぞ。崩れろも。パワーチャージ。ただ崩れろ。あんた崩壊ですもん。ショーハザン。おじいちゃんは休んでいてください。いいぞ。温まってきたな。勝機は見えてる。当然の結果だ。私一人でも大丈夫だったんじゃない？これは必要なもの。開け花。素早く正確に。開けるぞ。花は鉄のハートの持ち主なんですもん。これくらいなんともないんです。本当です。草花は心を癒してくれますね。どれ？きっとここに。私の知識によると。しかしどないなっとんのや。世界中の中がこんなんやて。自然の木ではなく人工の塔、モルスの地と同じ文明のもののようですね。神の生まれた世界、神はそう呼んでいた。神さんの作った塔か。ほんまに塔のてっぺんに神さんがおるんか、楽園があるんか。モルスの血を見てわかったんやけど、あら、千年や二千年の昔やないで。万どころかもっと前のもんやわ。そんなもんアルスでもよう生きられへん。ホムラや光も会ったことはないって。でもこの塔は実際に存在してる。それなら百聞は一見にしかずか。確かにここであれこれ想像していても拉致が開かないな。ニア、どうしたも？お腹グーグーなのかも？あんたは、人の顔見れば財布を落としたかとか、腹が減ったかとか、他に聞くことないの？もう、ニアがご飯以外のことで真剣になるってのは、ちょっと考えられないも。ぶっ飛ばすよ。じゃあ何ですも？じゃあってのが引っかかるけど、まあいいか。ブレイドのみんなに聞きたい。正直に言って、もっと行きたいって思ったことある？コアに戻らずにってこと？うん。難しい質問ね。昔の自分を知りたいとは思うけど、今の自分はメレフ様が亡くなった後。失礼。いや、構わん。
亡くなった後まで存在したいとは思わないし。うちもやな。王子との思い出は王子とだけ持っときたい。早わ、嬉しいこと言うてくれるやんけ。白子は、私は最後までお嬢様のそばにいられればそれで満足です。花は本物じゃないから先のことを考えると悲しいですもん。ご主人が死んだら未亡人になってしまいますもん。ちょっと違うとは思うけど、まあわからなくはないね。ホムラは？私は、ホムラは他と違うだろ。ずっと何百年も生きてきてるんだ。あんたには聞いてない。ホムラ、正直に言って、どう思ってる？なんだよ。なぜ永久に存在し続けるんだろうって思ってました。し続けなければいけないんだろうって。でも今は違います。存在し続けてよかったって。別れは悲しいけれど、それも私の一部なんだって。でもいつか大切な人と眠りにつけたなら、それは幸せなんだろうなって思います。ホムラ、あんたらしいね。ありがとう。みんなの考えよくわかったよ。ねえ、一体なんでそんなこと？私はマンイーターだ。正直いつまで生きられるのかわからない。ひょっとしたら明日ぽっくり行っちまうかもしれない。お嬢様。でもこれだけは言える。私の生き死ににドライバーは関係ない。それが？シンだよ。ずっと疑問だったんだ。シンはコアクリスタルを集めていた。ならなんでそれを使わない？人間が嫌いなんだろ？ブレイドを誕生させたらマンイーター化してしまえばいい。人間なしでいくらでも勢力を拡大できる。確かに。彼らはあれで全部？ああ。今じゃ5人だけの小さな組織さ。以前メツの提案でカムイたちを同調させた時、シンはずっと反対してたんだ。もしかしたらその思いは私たちと同じ。私たちと同じ。だからシンは誰とも同調しないんじゃないかな。何が出るかなと。私の知識によると、何者かが戦っている。これが世界樹の本当の姿。あれ、葉っぱじゃないよ。なんかの文字。あそこだもん。ギーラの重戦闘艦か。あんなものがまだ残っていたとはの。それよりなんだよあれ。アーケディアがこんな高くまで飛行できるなんて初耳だよ。雲海がずーっと下
ただもん。テンペランティアの時と同様、何らかの方法でアルスを制御しているんじゃろう。しかしあれだけの兵器、よもやアーケディアが用していたとは。何のためにとか愚問ですね。予測していたのさ、深夜メツたちが世界中を登るであろうこと。じゃあ、あの巨大船の中に真が。ああ、間違いない。急ごう。あいつらに楽園に行かれたら、アルスとは。何が出るかなと。森に入れた心が落ち着きます。自然は大切にしない。データベース検索ですもん。お前さんには漁せんぜ。除細数奇鏡を命ぜられたそうだな。何よりだ。何の用だ。お別れを言いに来てやったぜ。急にいなくなったらお前も困るだろ。別れ？私から離れてどうするというのだ。お前は私の。俺は一人でも全ての力が使える。お前が死んでも俺は存在し続けられるからな。どうすると言うんだ。アーケディアも信者も誰もが抱きすべき愚民。人間はこの世界の無駄そのものだ。そのお前の願望を叶えてやろうと思ってな。私はそのようなことは。無駄なものは消えてしまえばいい。だからこそお前は至高の存在。神を求め世界中を登った。それなのに。このコアを使える者がどこかにいるはずだ。その者に滅を。見つけたぞ。一つ思い出が増えたわね。何が出るかなっと。草花は心を癒してくれますね。アーケディアの総兵。
天の聖杯とそのドライバーだな。マルベーニ聖火より加盟を伝える。今すぐあの船を焼き落とせ。天の聖杯の力で。どうした？それがお前の役目であったはず。俺の役目は世界中への道を開くことだ。できぬというのか。ならばその者の身柄引き渡してもらおう。なるほど、光の力で手っ取り早く焼き払おうという魂胆か。変わっとらんの。できないなんて言ってない。マルベーニに伝えろ。シンは俺たちが止めてみせる。だから押し問答している暇はない。従えぬというのならば力ずくで連行するまで。よし、やってやる。受けてみよう。いいぞ、受けてみよう。よし、よし、よし、帰って伝えるんだな。シンは俺たちが。カグツシ。光。ニャッコ。何が。何者かが私の体を。この力。まさか。悪く思わないでくれ。時間がないのでね。マルベーニ。あれは、カス
積みのコアクリスタル、ファンデンノルンの。そうか、それで半分に。どういうことだニア。マルベーニはファンのコアクリスタルを奪ったんだ。これはファンの力から。それだけではない、これは私本来の力でもある。光で、デバイスがだ、ダメ、やめて。光違うな。じゃあ誰が。マルベーニ。マルベーニ、奴はこの俺の天の聖杯のドライバー。その力を増幅すればブレイドだけじゃねえ、あいつだって支配下に置ける。面白えじゃねえか、マルベーニ。マスターブレイドである天の聖杯、そのドライバーはすなわちマスタードライバー。全てのブレイドを刺激する力を、全世界のブレイド。いいな、アルスすらも私の支配下にある。それでさっきの攻撃を。だったらいずれ私たちも。心配するな、お前たち混じりもんはそこまで支配は受けねえ。せいぜい力をそがれる程度だ。だからあれを作ったんじゃねえか。サタが作ったあれは奴の支配を受けねえ。それにこの船もね。間もなく境界層だ。シン、メツ、準備を。わかった。行くぞ、メツ。おう、サタ、ヨシスネ、ベンケ、あと頼んだぜ。ええ、わかってるよ。神様に会ったなら伝えてくれ。産んでくれてありがとうってな。の船が止まったもん。奴らあそこから中へ入るつもりや。マルベーニ、俺たちがシンを止める。だからこんなことはやめてくれ。言っていることが支離滅裂だ。今ならば奴らを消し去ることができる。私はお前のすべきことをしているだけ。俺のすべきことはシンたちを消し去ることじゃない、止めることだ。話し合いに応じるとでも思っているのか。ああ思ってるさ。シンから聞いたよ、500年前に何があったのか。シンをああさせたのはあんたじゃないのか。私は神の言葉を代弁したんだ。ならその神にも会って聞いてきてやる。俺たちのことを、ホムラと光のことを。それは私の役目だ、お前ではない。抵抗する。再びこの私を拒絶するか。あなたなんかの思い通りにはならない。私はレックスのブレイド。そうじゃ、レックス、お前も天の聖杯のドライバー。あやつにできてお前にできぬ道理はない。
俺にもできる。そうさ、レックス。力はそれを扱う者の心次第だろう。大丈夫。もう思い通りにはさせない。人をブレイドを好き勝手に操って何が神の言葉を代弁するだ。そこで待ってろ。シーンは俺たちが止めてみせる。シーンたちは世界樹に入った。あとはメツがアイオーンを起動させる。それまでの間奴らを上に行かせないようここを守り通せば僕らの勝ちだ。そうか、なら気張るかね。光の渦が。セイカ、増幅塔の一本が。慌てるな。影響範囲がわずかに狭まっただけだ。もう近くまで来ている。総兵隊を前方に集中。ハムシどもを叩き落とせ。行かせぬ。神のもとへ何人たりとも。